好きな女の子に呼び出された。きっと告白だ。嬉しい。あれこれ10分まだ勇気が出ないのか。あのさ、待って。博士はさ、好きな人とかいるの？この場合なんて答えれば。お前だよとでも言えばいいのか。でもそれじゃあこいつの告白を横取りすることに。だからっていないわけじゃ。何？いるの？いや、そういう意味じゃなくて。は？意味わかんない。いるならいるって言えばいいじゃん。じゃあいねえよ。じゃあって何よ。じゃあってじゃあっていないからいねえってことだよ。本当？お前話があって呼んだんじゃないの？だからそう、好きな人がいるのか聞きたくて。言おうとしたこと忘れちゃって。